はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2ライブ配信始めていこうと思います。いつも通りツイッチで、配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。はい、そして、YouTube でアーカイブを2日後19日21時からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル 2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブダウンのグッドボタンプリーズ。そして最後に、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。それではやっていきましょうか。ひとまずですね、またフラの高校戦です。スカーメモだけ行ってみましょう。オフ、お、何、お、藤沢、あれ、ちょっと待って、あ、問題ないな。行きましょう。8番にバックパス。ここで、誰へパスするか。反対側の浦部くんへ行きましょう。通りました。行きましょう。さあ、そしてここは新田くんが、新田くんに渡りそうだ。うん、通りましたね、新田くん。さあ、キーパーと4番、もしこれスルーするとどうなる。トークンかな。美咲くんへ。キーパーもすり合ってこぼれ球になってしまう。
フォロー。クリアするがキャッチしてしまう。これ早いんだよな。お、弱まったが弱まっただけ。松山君に渡ってしまう。やっとポケモンショック。つらいな。この恐怖のワンツーリターン。もうゴール前だ。さあスルーで森崎君がバランスを崩れていくが、スルー使いにくいんですよね。いや、ここはパスです。美咲くんを渡しましょう。え、嘘、カットされた。さあ高杉くんがつきました。タックルいきます。かわされた。森崎くんがいく。え、シュート。岸田くんが4人か。これちょっとやばいな。ほっとくとやばい。パスでいきましょう。岸田くん吹っ飛ばされた。もうむちゃくちゃだ。南葛のゴールキックになります。高杉くんへ。伊沢くんへパス。反対方向へ。7番がちょっとフリーに空いてますね。さっきくんへ渡りまして、ラインを上がっていきます。ここはなあ、パスはできないな。ドリブル、こぼれ球になってしまって、敵6番に渡ってしまう。スリターンで敵を6番が前進。敵を8番に。シュートに備えましょう。森崎くんキャッチング成功。お、今回チャンスかも。敵を6番来たもん。これ一気に前へ向かってシュート。新田くんへ。さあ新田くん、しかし相手が早い。ドリブル貸した。おっと、さあ今度は浦部くんへ。これだ、まあ南葛をゴールキック。じゃあ浦部くんが蹴りましょう。ショートコーナー。伊沢くんへ。伊沢くんパスが渡ったが、6番と8番がやってくる。ここうまく美咲くんに渡りたい。パスが来て、さあ敵を4番は届かない。そして美咲くんチャンスです。松山くんが待っていますが、構わずシュート行きます。ヘディン、おっと、南葛ペナルティーキック。チャンスですね。
さあこうなるともうシュートを決めたいとこです。木杉くん右筋読まれた。まあこれパスカットですね。届かないか。今度は浦部くんも届かない。まあもうどんどん戻っていくしかない。またなだれ攻撃。8番に渡るが、ここ飛び出しましょう。今度は森崎くんが相手にペナルティーキックを渡してしまいました。さあ松山くんですね。左隅。先制です。少ないですね。8番へ。一回4番、石崎くんへ渡すんだけど、浦部くんへ。さらに木杉君へ。ちょっと時間がないか。美咲君へセンタリング。さあこれもう勝負かけます。オーバーヘッドキック。おっとまた反則だ。反則多いですね。今回ペナルティーキックのチャンスが多いです。じゃあもう美咲くんに決めてもらいましょうか。キッカー美咲くん左隅。裏をかきました。先制です。あ、先制じゃない、1対1を同点です。
対1同点ですね。これでほとんども時間ないから多分試合前半終わるでしょう。中山くんついた。パスカットする。ドリブルだった。勢い弱まった。まだ試合が終わらない。敵を11番。あっとこれ前半終了です。あれパスワードはないんだな。後半開始となります。さあ今度は 敵側からのシュートです。こぼれ球石崎くんだ。とりあえずトラップ。嘘。ボールのキープ力が強すぎる。さあこれで2人が返された。余裕で返します。イーグルショット。あっと、まあ、台を守ってくれない。岸田くんがカバーしたもののイーグルショットは突き刺さってしまいました。再度リードを許してしまいます。また1点ビハインドの状態で追っかける戦いになります。三崎くんへ弱まっただけだが、まだ松山くんがいるが、これは届かなかった。三崎くんにパスが通ります。ここワンツー、9番とワンツー行きましょう。さあ、三崎くんどこにいるんだ、今。これもう構わずシュートですね。オーバーヘッドキック。これだ。オーバーヘッドキック決まりました。三崎くん強い。ワンツー速攻から2対2同点ですね。
あと23分です。行きましょう。さあ、もう邪魔するしかない。浦部くんと美咲くんがついた。重ねた勝負だ美咲。まあね。何？今どこにいるんだ。さあ敵は8番が待ってる。これシュートする？ヘディングシュート。いやー早い。とにかく他の選手でも今度はね、松山くんのアシストを受けた。敵の8番がシュートを、シュートを決めてしまいまして、再度リードを許してしまいます。さあ残り後半も20分となります。9番かな。ワンツー、美咲くんとワンツーです。サイド美咲くんとワンツー。さあ新田くんゴール前。まあ誰もいないからもうそのままシュートです。ボレーシュート。チング防がれる。岸田くんがフォロー。もうこれ木杉くんへ。木杉くんが上がってセンタリング。美咲くんへセンタリングです。美咲くんこれ通りましたね。パスがジャンピングボレー行きます。ジャンピングボレーシュート。あ、すごい炸裂。ハヤブサボレーシュートだっけ。まあどちらにしても再びこれで同点です。さあ試合再開。まだ15分50秒があります。キツイ君タックル。きゃあーかわされたか。松山君に渡る。松山君今どこにいるんだ。森崎君が向かう。
ここで決めるんだ。イーグルショット。じゃあコーナーキック、行きましょう。今度は敵の18番、じゃあ敵の8番に。おお、こぼれ球になりましたが壊れてしまって、敵サイドコーナーキック。今度は松山くんへ。簡単にファールなるからな。こぼれ球になった。敵4番どこだ。うん、松山君に当たってしまう。こぼれ球になる、うまく防いでおります。今度はタキ君、タキ君これ、トラップでいいや。敵を6番どこにいるんだ。目の前にいる。浦部君とワンツーです。これは鮮やかに決まりました。サイド、あ、でもこれ美咲くんあんまりガッツがない。で美咲くんとワンツー、山田が美咲くんワンツーリターン、新田くんに渡ります。さあ新田くん、これ完全に出し抜き成功したぞ。ドリブル、こぼれ球になってしまうが、ここを美咲くんが待っていた。プランをゴールは空っぽだ。ちょっと斜めっぽいな。新田くんに一度渡そう。そのままシュートです。いけー、決まりました。初めてリードです。ついに4対3と初めてリードです。であと6
4分切ってますね。なのでチャンスはチャンスです。必死に防ぎましょう。てかボールを取っていきましょう。このワンツーが怖い。どこにあるんだボール。パスカット、パスカット、届かないか。パスが高いんだよな。とにかく防ぐ。4人が囲っていく。ただ気をつけろ。ここで決めるんだ。なあほな、イーグルショット。お、弱まった。ダメだ。さあ弱まって、アイシャウタイム、パンチング、どうだ。おっと、おっと、助かった。このゴールポストに救われたのは結構でかいぞ。美咲くんとワンツー弱まったが、中山くんにパスキャッチ。6番にパス、浦部くんパスキャッチ、岸田くんとワンツー、今度は木杉くんとワンツー。さあこれ9番が待ってます。あっとやりました。勝ちましたね。俺たちは負けだ。友情物語。さあ東方ですね。
さあ一気に5前まで接近して新田美咲ボールを与え、熱いやろ、チームデータ美咲くんレベル15か、新田くんが13、石崎くんが11、あなかかレベル上がってるな、11だから、ここで少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。ということで、東邦高校との決勝戦です。
ではまた。整数は等方です。下手に前に出ない方がいい。さあ日向君、これ止めに行かないと。浦部君です。かしましたね。またか、この東方コンビのイカズチ、イカズチの全身はやばい。これだ、オーバーヘッドキック、マッチング、あっさり決まってしまった。やっぱり強い。さり先生を許してしまいます。行きましょう、伊沢くんへ。一度4番に回して、6番へ。水君に通りました。さあここで9番がいる。どっちでもいいから通れ。 OK、 新田君へ通った。美咲君へ。さあこれ美咲君ジャンピングボレー、ジャンピングボレーシュート、三角飛びとくるかな、来たが吹っ飛ばされた。先制です。南葛が1対0で先制です。さあこのリードを守っていきたいところですね。さあつきまといます。まあ、パスカットです。届かないか。ワンツー、あかん、またワンツーか。敵のナーバーどこにいるんだ。結構嫌なとこにいるな。漏れ玉になって、東方のコーナーキックになります。佐田くんから、だから遠かない。石崎くんも遠かない。さあここで日向くんに渡ってしまう。萌崎くんは身柄えて他の2人に任せましょう。
これだ、オーバーヘッドキック、またもこれですよ。こぼれ球になった、防ぎます。今度はそう、何度も抜かされてたまるかっていうところですね。さあ続きやっていきましょう。さあ澤田君から、やっぱり日向君に渡ってしまう。フォローですね。日向君、いやシュートしない。ここはこれは意外な流れだった。センタリング、そして澤田くんへ。澤田くんシュートですか。あ、しかしこぼれ球になります。これはトラップで確保しましょう。さあここで普通にドリブルいくか。さき君へ。で、このまま行くとあれなんで、いや待ったが、江澤君がもういつの間にかゴール前へ。しかしこれ新田君が待っている。新田君にパス。さあ1対1を状態を続きます。こぼれ球になってしまうが、ここに伊沢君がさらに待っていて、東方のゴールは空っぽだ。さあここ新田君に渡す。ヘディングシュート決まりました。この後三角飛びできないんですね。これで2対1とリードですね。なんか今回はいい流れですね。まあ、点取られるのしゃあないからな。若島津くんが、若島津くんじゃないわ、日向くんが強いだけに。こっからでもタイガーショット普通に打ってくるもんな。こういう風に全然届かんもんな。おっと吹っ飛ばされた。しかしこぼれ球になる。
ゴール前まで痩せなかったってことですからね。これは一応トラップですね。でそしてキシダ君、トラップと行きたいとこだが、ここは伊沢君へパス成功、ワンツー、クラベ君と新田君とワンツー、今度はさあこれパス、ワンツー成功です。さあ今度はサイド新田君へワンツー、さあ伊沢君がもうほとんどゴール前まで来ている、トラップです。さあこう見せかけて新田君へ、あっと若島津君にボール取られるか。ブロック。どけ。強引なドリブル。吹っ飛ばされる。やばい。完全に抜けられてしまって、ネオタイガーショットが炸裂してしまう。色が赤になってるよ。もちろんゴールです。さあ行きましょう、試合再開。今日11番弱まった、だが三崎くんにパス、これ渡りました。ワンツー三田くんと、三崎くん今どこにいるんだ。渡します。新田くんヘディングシュート、若島津くんボール守ってしまうが浦部くんに、新田くんへ、三崎くんへ、これシュートいきましょう。オーバーヘッドキック、これだ、オーバーヘッドキック、決まりました。若島津くんこの距離だと三角飛びは効かない。
3対2と再度リードです。かわされる。さあ楽園弱まったが弱まっただけ。さあ日向くんゴール前へオーバーヘッドキック、弱まっただけ。パンチ防げませんでした。速攻のパス回しすごいよな。あっという間に同点にされましたね。これ前半もあとわずか、あ、圧がすごいな。崎くんへどうだろう、うん、こぼれ球になってしまう、相手に取られてしまう。反則を取られてしまう。アイシャルタイム、これ玉になる。新田くんがフォロー。さあ、あ、時間はあとわずかです。しっかり決めていきましょう。このワンツーが大事。このゲームはやまっただけ。そして新田くんゴール前へ。あ、もう、いや、これだま。そこに待っていたのが美咲くん。ゴールは空っぽへ。ジャンピングボレーシュー。ゴールに突き刺した。ああ、完全にシーソーゲームとなっております。激戦ですね。
前半終了です。さあ果たしてこのままリードしたまま終えられるのか。まあ心配は美咲くんと伊沢くんのガッツがすごい少ない。浦部くんパスキャッチ。新田くんへ渡します。さあ美咲くんへ。佐田くんに今日弱まっただけ。いける。さあゴール前、普通にシュート、ヘディングシュート。さあここで三角扉止められてしまいます。甘くない。やばい、波状攻撃。これで、ブロック、どけ、強引なドリブル、吹っ飛ばされた。やばい、タイガーショット。パンチング無理でしょうね。ダメでした。ガッツがなちょっとやっぱり心配。でもね、何が起こったんだ。かわされた。これ玉、新田くんフォロー。誰だ、滝くんが。滝くんはまだガッツが多く残っております。
謝ったが、たっくんが一気に。いいですね。あ、これチャンスかも。でもシュート打てるかどうかですね。新田くんへ謝ったが、新田くんこれゴール前まで上がっています。はやぶさボレーシューターガッツが足りないの分かってるから、普通のボレーシュート、三角飛び、あ、いやパンチングですがねた。お、若島津君倒れてるぞ。それでも三角飛び打ってきますからね。おっと2番が岩松田が岩松田だけ。伊沢君がどこにいる。で決めません。美咲くんに託します。おっと反則だ。南葛ペナルティーキック、痛いファウルですね。ここは誰が打つか、新田くんに託します。右、あ、読まれた。嘘でしょ。しかし浦部くんに渡る。岬くんに、嘘、あっと東方のフリーキックか。さあ付きまといます。また反則。立ってしまう。なんで？無理。いつの間にか抜けられてしまうんだもん。日本タイガー諸島威力恐ろしき。
リードを許してしまいます。さあ、美咲くんもうあっという間にゴール前へ。結局これですよ、ボレーシュート。これだ前。さあここに伊沢くんがどこにいるんだ。なってしまう。さあ今度は新田くん、そう新田くんなんです。美咲くんへパス。あ、若島津くんに取られちゃうか。クリアを許してしまうが、中山くんナイスカット。滝くんが待ってました。さあセンタリングでこれ急に上がっていく。これ新田くんへ渡すんだが、当然4番が来るんですが、これはスルーです。に渡ってしまう。石崎くん隙間とうタックルもらった。勝負だ石崎。どけ、燃える、強引なドリブル、こぼれ玉になる。ソリマチくんがカバーしてしまう。ソリマチくんがシュート、これを防ぐ。トラップです。さあ早く点を返さねばなりません。岸田くんへ。浦部くんへ。杉くんへ。今ね、美咲くんが94、新田くんが50か。もうドリブルでもうこう上がっていくしかないな。いや、ワンツー行こう。あ、味方がいない。深井美咲くんへ。ワンツー新田くんへ。どうかな、届くかな。やっぱり4番が、あ、いや届かない。さあ新田くんが普通にシュートするだけをガッツが足りなくなるのか。でもな、これでガッツ足りないだろう。
さあここ新田くんへ、シュートおっと、ここで反則です。美咲くん左決まりました。なんと残り1分半で同点に、追いつきました。だいぶやっぱり差詰めましたね。新田くん届かない。ヒューガくんに渡ってしまう。どこだヒューガくん。ここだ。邪魔をする。タックルに行く。どけ。吹っ飛ばされた。さあここでタイムがなくなった。たけしヒューガさん。カズチのような勢いですね。カズチ速攻なんですよね。フォロースカット。さあここ最後のシュート、しかしボレーシュート、どうだ。あー反町くん嘘だよ。厳しいな。エタック103しかないからな。よしワンツー、滝くんとワンツーです。
座くん決まりました。速攻決まった。さあ今度は新田くんとワンツー、佐田くんが、さあ伊沢くんもうゴール前、ちょっと足りないな、まだ三田くんがあって、三崎くんが111か。ボレーシュート。どうだ、時間はあるのか。ダメ、時間がない。再びフラノ戦です。ダメだ、誰もレベル上がらなかった。ガッツがな、ガッツ使い果たしちゃったからな。あ、もう一試合頑張っていきましょう。まあ、ここは結構簡単に突破しないといけないような気はする。攻撃反則です。松山くんがパス。さあ敵の3番へ、北区遠かない。やばいな、センタリング、いやシュート行くのか、ちょっと無理があるんじゃないか。これ防ぎます。滝くんへ、早い、5番が早い。新田くんへ、反対サイド、木杉くんへ。届きません。 OK、 木杉くんはマサエ。さあこれ新田くんが上がってくるよ。さあここ引きつけといて、新田くんへ、なる、なんかつコーナーキック。滝くんへ、パス。伊沢くんへ、ここではシュートを打たずに豆腐かな、こぼれ球、その前にこぼれ球になって再度コーナーキックへ。サイド、竹くんへ。
塚展開。浦部君へ一度パス。またこぼれ球。クリア。さあ中山君つきました。パスカットかな。届かない。松山君に渡ってしまう。さあつきまとう。タックル。これかされる。さあ石崎君。いやーダメだ。イーグルショットを先決められる。決められてしまった。さあ試合開始です。武君へ。さあ11番当然向かいますが極まっただけ。ここワンツーかな。ワンツーの距離ないんだ。なんで。また流れ攻撃。浦部君がついた。パスカットかな。おっと反則です。シュートするんだ。これはパンチングです。嘘でしょ。まあやばいな。0対2か。ワンツー。石崎君とワンツーです。もう前半もあとわずかなんで反撃しないといけません。あーこぼれ球になって防がれない。さあ南葛コーナーキックです。ショートコーナー。1点は返しましょう。伊沢君へ。さあ伊沢君近いがキーパー囲んで
当然美咲くんが木漏れ玉になってしまう。さあ都合滝くんが新田くんへ、セーフ。弱まったがもうやるしかない。はやぶさボレーシュート。どうだ、時間は残ってるか。決まりました。1点。アイシャドウタイムで決めましたね。さあここは、前半終了です。さあ今度は南葛の攻撃。さあワンツーですね。さあ美咲くんが美咲くんへ。さあここで新田くんへ。さあ新田くんボールを合わせてボレーシュート。パッチング、こぼれ球、南葛コーナーキック。伊沢くんへ。スルーだったらそうなるから通らないよな。クラベ君へ。これが中山君がキープ。フラのゴールは空っぽになった。石崎君へ。あーっとこぼれ球、あーっとボールが取られてしまう。またなだれ攻撃。松山君だけじゃないですからね。届かない。決まってしまった。再度引き離されます。
返したい。ワンツーは無理か。いや、ここパスしてドリブルして、ここでワンツー。いや、待ったか、パスで通りましたね。三崎くんへ。だから松山くんが、6番とワンツー。あと距離はいくつ？もうこれ自分で決めましょう。これだ、オーバーヘッドキック。5番が届かない。決まりました。1点差に再度詰めました。さあ、これで1点差に追い上げた。木杉くんがカバー、届かない。また灘井湖駅、スピードアップすんだよな。敵の8番です。あーっと、反則を取られてしまった。痛い反則。少しお待ちください。ペナルティーキックを与えてしまいます。これ決まるとやばいな。この時点で2点差になるのはつらい。しかもキッカー松山君だしな。防げ。あー、ダメだ。
これでまた2点差になりましたね。かなり痛い失点だと言えるんじゃないでしょうか。さあ伊沢くんへ、伊沢くん前進。あんまり前進しすぎると良くないんだよな。守れなくなりますからね。さあ美咲くんとワンツーです。限られた人数でワンツー出して、それでこの2人で決めに行くのがいいのかもしれない。ヘディングシュート、こぼれ球、ダメだ。しかし伊沢くんがカット、うん、やまったが、まだいる松山くんだ。滝くんが結果的にラッキー、こぼれました。さあこれ結構いい具合に押し上げましたよ。新田くんへ。さあ新田くん動きを合わせて、ヘディングシュート、決まりました。1点差に追い上げました。セットプレーが鮮やかに決まりました。これで3対4。追い上げて追い上げますね。松山くんに渡ってしまう。ワンツー攻撃、届かない。伊沢くんも届かないです。さあ松山くんゴール前にいるぞ。フォロー、これだ。オーバーヘッドキック、弱まったか。パンチング防ぐ。こうそう何度も抜かれてたまるか。きた、ナイス森崎くん。さあ残り8分です。これ速攻で決めて、滝くんとワンツー。さあ三浦くんまだガッツが多く残っております。一気に上がっていく。これは9番にパスですね。新田くんへ。新田くん、さあ動きを与える。
え、キーパー取っちゃうんだ。普通にシュート行けばよかった。ワンツーです。さあ、あんまり時間がない。飛び出そう。これだ。オーバーヘッドキック。おっと、さあこれはどうなる。当然ボールはゴールは空っぽに。反則を取られてしまいます。さあ、これ決まったアウト、ほとんどもう決まりですからね。松山くんです。右、あ、ダメだ。残り2分弱ですからね、非常に厳しいです。それならせめて1点返しましょう。三崎くんへ。で、この状態でワンツー、三田君と。あ、反則。南葛フリーキックです。まあ当然三崎君が蹴る。あ、三田君、伊沢くんに一度渡そう。もう構わずシュート。伊沢くん、ちょっと遠いかも。遠いよな。しかも弱まってしまった。キャッチングで防がれます。アップへ。タックル。遠かない。リスナックン。パスカットかな。いや、違うかった。あーっと、南葛敗れてしまいました。
かもレベルアップなしですね。さっきも650とかあるからな。ということで、一旦今回はここまでとなります。最初1戦勝てたんですが、残りの2戦は負けてしまい、あんまりレベルを上げることができなかったような状態でしたね。キャプツバ2は大概レベル上げにくいのかもよね。はい、ということで、次回も再び富良野校東邦校の戦いということになると思います。ただ今回東邦校は結構いいとこまで来た感じがあるんで、富良野校をまずはしっかり勝っていきましょうということで、ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローをお願いいたします。ツイッチプリーズ、アカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube でアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブ My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブとグッドボタンプリーズ。はい、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、というわけで、キャプテン翼2ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。